ジョゼフ・アルバート・レイスは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス軍、ウェストコビーナ出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB マイアミ・マーリンズ参加に所属。2003年の MLB ドラフト2巡目で、アトランタ・ブレーブスから指名され、プロ入り。2007年に、メジャー初昇格。先発で11試合に登板し、2勝を挙げた。 2008年は開幕からメジャーで25試合に登板するも3勝11敗と大きく負け越しマイナー落ち、投球回113に対し被安打が134だった。2008年6月13日のロサンゼルス・エンゼルス戦を最後に勝ち星から見放され続けることになる。2009年はシーズンの大半をマイナーで過ごし、メジャー6試合登板に終わった。 2010年は、メジャー登板は1試合のみだった。2010年7月、ユネル、エスコバーと共にトレードで、トロントブルージェイズに移籍した。移籍後は、メジャー登板はなく、参加の AA 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツでプレーした。2011年は、スプリングトレーニングで結果を残し、開幕ローテーション入りを果たした。4月は5試合の先発で0勝2敗。 防御率5.48と振るわなかったが、すでに3年間のオプションが切れ、ウェーバー工事なしではマイナーに落とせなくなっていたため、首脳陣はレースを辛抱強く起用し続けた。5月に入ると高騰しつつも勝ち星がつかない状況が続き、5月25日のニューヨークヤンキース戦でも敗戦投手になり、ついにクリス・カーティス、 マットキーオが持つ28先発連続勝ち防止なしの不名誉な記録に並んでしまった。ここで勝ちがつかなければメジャー記録更新となる5月30日のクリーブランド・インディアンス戦、レースは9回1失点で自身初の関東勝利を挙げ、2008年6月以来3年ぶりの勝利を挙げた。その後、七月十三日にリーフとなった。二千十一年八月二日、 ウェーバーで、ボルチモアオリオールズに移籍。オフに、ディーフとなった。2012年1月13日に、ピッツバーグパイレッツとマイナー契約を結んだが、この年はメジャーには昇格できず、11月に、FA となった。2012年12月に、エンゼルスと契約を結んだが、2013年1月17日、精神的な問題により対談したダングスレートンの代役として、 韓国プロ野球 s k ワイバーンズと契約し、エンゼルスとの契約は解消された。SK では3月30日に開幕投手を務め、同年は8勝を記録した。2014年は2勝にとどまるなど成績が悪化し、シーズン途中の6月23日に SK からウェーバー工事され退団となった。2014年7月8日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだが、 8月15日に自由契約となる。2015年はメキシカンリーグのカンペチェパイレーツと契約。6月14日に自由契約となり、16日にエンゼルスとマイナー契約を結ぶ。9月30日にメジャー昇格した。10月3日のテキサスレンジャーズ戦で4年ぶりにメジャーで登板し、8回裏から8番手として0.1回を無失点に抑えると、 直後に味方が勝ち越して勝利投手となった。10月9日に d フとなり13日に FA となった。2016年1月22日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結んだ。6月28日にメジャー契約を結んで25人枠入りした。1試合に登板後7月1日に d フとなった。九州は 平均90.6マイルパーアワーの速球と、スライダー、カーブ、チェンジアップ。もともとは、コロアウトが多い投手だったが、近年は、フライアウトが増加している。ありがとうございます。